今もクズですけどね。皆さんこんにちは。わ。今回なんですけど、あの僕のねちょっと過去の話について。うん。なんですよ。おお、唐突やね。唐突でしょ。うん。あのなんでかっていうと、ちょっと人生で多分初めてかな。うん。インタビュー受けまして。うん。知ってますインタビューって。なんだろう、知ってるインタビュー、うまいのかそれ。聞いたことないですか。なんか木からもぎ取って果汁たっぷりなのかしら。まああの僕のその今までのキャリアっていうんですか、うん、キャリアって聞いたことありますか。いやもうめんどくさいな。いつ終わんのこの動画。今までのさ仕事とか、うん、まあ、俺大学卒業してアップバンクに入って、うん、でもう6年間ぐらい働いて、で今フリーランスなんだけど、うん、その間まあいろんなことがあって、うん、結婚もあったし、うん、でそれについてのインタビューを受けたんだよ。お取材してもらって。おそれなんでかっていうと、大学の後輩から連絡が来て、うん、で今そのライターをやってる、うん、でそれであのインタビューしたいって言われて、うん、でなんで俺なのかなと思ったら、大学の後輩から見てて俺すげえラッキーに見えたんだ。お今までの人生が、うん、確かにまあ結構言われることは多いんだよ、うん、それをラッキーだねって。その普通の大学生だったのに、うん、まあ、たまたまいろいろあってアップバンクに入って、うん、で当時すごい勢いあった会社だったから、うん、いきなりそこに入って、うん、当時ってあちょっと感じて。いや別にそれ違う待って待って待って そういうことは言いたかったんじゃない。違う、これちょっと待って、俺がディスってるみたいで、そういう風に見えるだろ。違うじゃん。いや俺がアップバンクにいた時も言ってたから、うん、村井さんと一緒に当時アップバンクに行けば、うん、まあ、やっぱすごかったですってそれは言ってたから、別に外から言ってるわけじゃないから。言えば言うほど。違う、それは別にそれはもう知ってる、うん、ね、みんな知ってる話、うん、でそれでまあ、ラッキーに見えたんだってよ。その後は、うん、まあ、さきちゃんとね、結婚したこととか、うん、で、それでインタビューしてもいいですかって言われて、うん、受けました。で、その記事が公開されました。おめでとうございます。概要欄から見れますんで。いや、もうこの話決まってからのあなたったら、もうそわ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 浮き足立ってたね。違う何をちょろちょろしてんの。そうそうしちゃって。どうしたんですか。いや、あのね、今日取材を受けるんですよ。取材、これでいいのかなって。もうちょっとインタビュー明日受けるんだけど、さきちゃん予行演習で質問を事前にもらってるから、あの全部聞いてもらっていいっつって、私がね練習に付き合わされてね。そうなんだよね、俺さ、ちょっとねそういうとこあるんだよね。浮かれてるわけじゃない、これは。あれ緊張しちゃって、インタビューなんか受けないじゃん。だって人生で受けなくない、インタビューなんですか。受けないじゃん普通、うん、お、来たか。俺に来たかみたいな。いや、それにしてもですよ、この語尾とかきつく聞こえないかな、なんか調子乗ってる感じのニュアンスになってないかなとか言って、全部ね書き起こしてね、徹夜でね、最初ね、そのインタビュー受ける前でしょ、うん、受ける前。別にそんなないよね多分ね、インタビュー受けたことないから。だけどさきちゃんは結構受けたことあるでしょ。まあね、何回かは。そうそう、でもさ、その自分の人生についてのことだからさ、うん、さ用意しなくても一応話せるっちゃ話せるわけよ、うん、でもなんかちょっと緊張しちゃって、ダメなんだよ俺そういうところ。やっぱりそのなんかね、やっぱこう任されたり、よろしくお願いしますとか言われると、ちょっとああやばい準備しなきゃ、そわそわしてる。うん、ね、失礼じゃん、だってそうちゃんと答えられなかったらさ。俺がさ、そうなんなの。準備せんかったらそうなんの。しかも大学の後輩なのに。まあな、このブログ旅も全部台本やもんね。やめろよ、本当に違う。それは本当に違う、ちょっと待って、全部決まってるもんね。ダメ、ダメって言う、本当っぽく聞こえるから。そうじゃなくて、嘘だよ。何がビログだって話ですよ。ちょっと信じるな。今そいつの言うことをみんな信じるな。偽物だそいつ。みんなチャンネルを解約するんだ。メディアに踊らされるな。みんな
真実を見ろ。でも、向こうはこんなに準備して緊張してくれるのは嬉しいんじゃないかな。ああ、喜んでくれてた、すごく。うん。だから、まあ、良かったかなと思います。うん。まあ、そういう僕のなんか性格とか、そういうなんか仕事との向き合い方だったりとか、そういうのを本当に大学入学前、うん、21歳ぐらいの時から、今28万7年間をちょっと要約してギュッてまとめたインタビューの記事になってます、うん、はい、なので、結構このビログ旅を見てくれてる人で大学生の人とか多いじゃん、うん、コメントとかでもその、うん、いつか結婚したら、こういうね、家族になりたいですとかコメントいただくじゃないですか、うん、そういう子たちとかにもなんか見てもらいたいなって思いますね、うん、ぜひね読んでください。ちょっとね、あれじゃないですか、正直な話、こうインタビューとか受けるじゃないですか、うん、それでインタビュー受けてさ、俺がもしライターだったらよ、めっちゃさ、うん、記事のさ、PV 少なかったらさ、こいつ人気ねえなってちょっと思うかもしれない。他の人に比べてすっげえ数字落ちてるけどこいつ人気ねえんだなそう思われたくないなっていうの、ちょっとねちょっとね、そこの気持ち正直あるんで、ぜひこの動画を見た人、いつもね応援してくださってる皆さんね、ぜひ概要欄のリンクからね記事を何回でも見てPV を上げてくださいぜひ応援してくださってる方お願いしますどんな内容かちょっとだけ話そうか、うん、まず見出しがねこんな感じなんですけど、奇跡の内定、好きな芸能人との結婚、 YouTuber としても順風満帆、強運の持ち主リオナリのついてる理由を探ってみた。恥ずかしいすごいな、恥ずかしい。これ僕が言ったわけじゃないですからね、人から見てってあくまで僕じゃないですから、ね、パーフェクトガイの僕の人生を聞かせて死んでよ。僕じゃなくてあくまでインタビュー側から見たらラッキーだなって、自分からしたらちょっと恥ずかしいタイトルなんだけど、うん、でもまあ嬉しいですね、そう言ってもらえるで、このね俺のあの満面の笑みの写真っていうこれね、元ねアップバンクの同僚のミックスにツイッターで言われたんですけど、うん、夏休みの作品で賞を取った小学生みたいな写真使うんだよってじゃあこれしょうがなかったの、なんでかっていうと金賞とかのこれしょうがなくて、他のねインタビュー受けてる人たちは、うん、なんかめっちゃかっこいい写真なのよ、うん、スタイリッシュなね、スタイリッシュな、こういうやつがインタビューよくあるさかっこいいなんかちょっとやつなんだけどスーツでね、そうそう、俺なんでこれだったかっていうと、それまあリモートで取材受けたんだ、うん、そうそうそう、っていうのと俺宣材写真撮ってなかったんだ、そっか、他の人たちはやっぱアーティストとか、うん、そういうなんかクリエイターだったりとか経営者だったりそういう宣材写真あるんだ、うん、だそれ使ってんだけど、うん、俺なくて、まあ、リモートの写真でいいですかって言われたから、ああじゃあいいですよっていう感じなんですよ。なんかイヤホンしてるんや。そう。で宣材写真撮っとけばよかった。だからそしたらもっとなんかさ、かっこいい感じのさ。ちょっとどういう。だろうしたことないやん。なんか喋ってる。ソーセージとチーズを一緒に炊くと美味しいよ。まあ、そんな感じで結構僕のいろいろ話しました、うん、例えばね、クズだったエピソードとかね、大学時代に、おー今もクズですけどね子供生まれても会社ね辞めたりとか、ちょ待って暴力の日々で売れたことないやめてくださいよ、眼鏡が曲がりましたよこの前はそんなことしませんよ、ゾフに行った、ゾフ直してください、そのさ、ところどころで本当のエピソード混ぜんのよって殴ってはないけどさ、メガネは直しに行ったじゃん違うでしょただメガネがあれでしょ、曲がっただけでしょ、いやこの曲がり方は見たことないですねってゾフの人も言ってた、あるだろう、これは大人がすごい強い力で加えないとできないこの湾曲線ですさ、犯行現場みたいな違うそういうクズエピソードじゃなくて、俺が大学で就活をしてこなかったけどどうやって入社したのかとか、うん、そうクレープ屋になりたかった話とかさ、うん、そういうことです、
まあフラフラしてたのか。うん、でもまあその今思うとやっぱりクズだったかなって思うね。うん、まあ就活もしてなかったし遊んでばっかだったし、その時バイトもしてなかったしね。そう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 、結構だからもう親は心配やったんちゃう。親は心配だったね。ただ唯一クズじゃなかったのは、あのタバコはしない、お酒全然飲まない、女遊びもしないっていう。ほな何やっとったんじゃ。逆にどうやって遊んだ。おめえは何をして就職活動せんかったんじゃ。本当になんか友達ん家ってゲームするみたいな。大学でゲームするみたいな、バンドやるみたいな。中学生うう中高生の生活を。健康的なね、健康的クズっていうの。そんな感じでした。まあ、今となってはいい思い出だし、それがあったからその今があるみたいなことも話してるんだけどね。うん、なのでぜひあの読んでみてください。うん、参考になるかわかんないけど、まあなんか働き方だったり自分のなんか仕事に対してどう思ってるかとか、うん、あの精神的にね、うん、こういう気持ちで仕事やってるとかのも話したんで、うん、よろしくお願いしますという。なるほど、お話でございました。今ので台本86ページまで言ったから、あとは締めだけやね。もうやめよ。